単語の節句単語の節句は日本の伝統的な行事であり毎年5月5日に祝われますこの日はもともと中国から伝わった節句の一つで邪気を払い子供の健やかな成長を願う日とされています 日本では子供の日とも呼ばれ、特に男の子の健康と将来の成功を願う日として、様々な風習があります。単語の節句の由来、祝い方、そして飾り付けや食べ物について詳しく紹介しますね。 単語の節句の起源は中国の古い風習にまで遡ります。中国では単語という言葉が初夏の意味を持ち邪気を払うための重要な日とされていました。この風習が日本に伝わり、 奈良時代にはすでに日本の宮中で単語の節句が祝われていた記録が残っています。当時は、勝負の葉で作った飾りを身につけたり、勝負湯に入ることで邪気を払い健康を祈願していました。恋のぼり。 単語の節句には家の外やベランダに恋のぼりを飾る習慣があります。恋のぼりは恋の形をした旗で子供たちが健やかに成長し将来的に大きな成功を収めることを象徴しています。大きな恋は父親、 小さな恋は子供を表し、家族の幸福と健康を願って飾られます。かぶとと鎧男の子の家庭では子供の勇敢さと健康を願って、かぶとや鎧を模した飾りを室内に展示します。これらは、 武士の戦いの精神を象徴し、子供が強く立派に成長することを願う意味が込められています。単語の節句の食べ物単語の節句には特有の食べ物を楽しむ習慣もあります。代表的なものに、 かしわもちがあります。かしわもちは、もち米で作ったもちをかしわの葉で包んだ和菓子で、かしわの葉が新しい葉に変わるまで古い葉が落ちない性質から、家計が途絶えることなく続くことを願って食べられます。 また、ちまきもタンの節句に食べられる食べ物で、もち米を笹の葉で包んで蒸したものです。まとめ、タンの節句は、子供たちの健やかな成長と将来の成功を願う大切な日です。 伝統的な飾り付けや食べ物を通じて、家族が一緒にその願いを共有することができます。現代では性別にかかわらずすべての子供たちの幸福と健康を願う日として、広く祝われるようになりました。 この日を通じて日本の伝統と文化を次世代に伝える意義も大きいです。単語の節句を祝うことで家族の絆を深め子供たちの明るい未来を願うことができるのです。見てくれてありがとう。 次のビデオでお会いしましょう。